ミルクサッカーアカデミー東京校は午後の休憩時間、ここは皆様からの質問ご意見ご指摘をゆるーく振り返りながらゆるーく雑談、今後の番組作りについても考える、そんなカフェテリア、配達係の井上真でございます。よろしくお願いいたします。どうしたんですか今日じゃあ本当先生、はい、喋りがスムーズにいかないんですよ。すごく噛んでるんですよ。喉？え？脳？脳じゃない。脳か。ええ。これちょっと開幕前後の疲れじゃないですか。いろいろまあ他の仕事もあったんだけど、大したことないんですけども。いやいや。ねえ、もうね、こうフィジカルも下がってきてるんでね。ロロロロ。すごく噛むんですよね。言葉は出てこなかったりとか。今ちょっとね開幕後のコンディションのところで、ええ。一節二節を終えて。はい。やっぱりね、うん、やっぱキャンプとちょっと違いますからね。もうそうですか。いろいろグイッとハンドル切ったな下手くそでしたね今可愛いですね、やっぱり、ね、いやまあ開幕節も2節終わりましてね、終わったみたいですね。いよいよ今度は J3 が始まるよという時期ですけどもですね、はい、いかがお過ごし先生。僕毎日楽しいです、はい、楽しくやってますか、うんね、毎日ビル赤です、うんね、ある種私もそうなんですよすいませんちょっとね一日ちょっと朝に出せないという日がね出てしまいまして、いろんないろいろ気を失ってしまいましてですね。気を失いますよね、申し訳ないですね。とか節別振り返りトーク、あれにやっぱりフォーメーションつけた方がいいじゃないですか。はいね、あのフォーメーションやっぱりあって見ながら聞いていただいた方がこれさらっと楽しく振り返れかなみたいな、これが年間続いていくと僕だったらそういうコンテンツが欲しいなと思って、はい、ちょっと無理した結果ちょっと気を失ってただ振り返りだから早く届けなきゃいけない、早く届けなきゃいけないっていうのがあったので、やっぱそれ優先でやってたんですね。他のもうちょっとサクッと編集できるようなやつを先にやってそっちを出せばよかったんですけども、はい、やっぱこっちやってから全部は全部やるんだっていうね、持ち前の真面目さんがね、こうそうしませんで、ええ、持ち前の真面目さんがそうしますよ。それ私の人生よくあることなんですけども。いやだからね、やっぱまさに本当に人入れよ、人入れよ、絶対に動画編集してくれる人ね、で悔しいのがあんだけいろいろ精査して最後に先生まで見てもらって何人かのゴールキーパーの背番号間違ってたっていうね、悔しいいろいろご指摘いただいてありがとうございます。ありがとうございます、まあね、ちょっとミルクに異物が入ってたということですね。まあまあまあ、まあ異物ってラベルがね、ラベルがね、ちょっと貼り間違いということですね、すいません、ありがとうございます。さあ、なんか先生最近アンケート結構ね取っていただいてるみたいな、なんかそんなシステムがあるんですか、この YouTube のコメント欄に。いっぱいあるんですよ、コミュニティなんですね、まあ大体あれですね、まず1個目、最も興味のあるリーグはどこですかって聞かせてもらって、だって2000票ぐらいとりあえずいただきまして、そんなに回答いただいたんですか。ありがとうございます、ありがとうございます。でこちらはね、見ていってみると、大体ね、その今回分けた5つっていうのが、まあ、J1、J2、J3、そしてあとで5つあるんですけど、それが J1、J2、J3 とあと、プレミアなどヨーロッパサッカー、でラスト5つ目が、地域リーグ、JFM、または高校サッカー、大学サッカー、日本代表、もしくはヨーロッパ圏以外の海外のサッカーってところで枠組み作ってみたところだったんですけ ど、これコメント欄覗いていただくと今もまだグラフが見れるってことなんですけど、そうですね、ミルワカを見ていただいてるコメントくれてる方の中の、はい、まあ、2000人近い方の票でいうと、はい、J1 が 63% 興味。そうなんですよね、まあ、一つのリーグっていう風に考えると、まあ、どう考えても、まあ、我々のね、動画の量でも大体分かると思うんですが、視聴してくれてるねそうですね、最も質問は何でしたっけ、最も興味のあるリーグね。あ、じゃあ J1 のサポーターの方がまあ 63% いるってことなのかな。そうですね。そして J2 が 23%。 これ
これは本当にマイチームが J2 に所属してるっていう方の感じでしょうね。おそらくね、うん、だと思うんですよ。なるほど。まあ一択だから、まあ被ってる方もいるでしょうけれども。そうですね、だから全部がだけど強いて言えばみたいな感じ。ああ、なるほど、ね、でプレミア&ヨーロッパサッカーが 10%。 そうで、なるほど、ね、JFL 地域リーグとか含めた、全部っていうところのやつが、うん、いやちょっと僕 J3 が 3% っていうのは思ったより少なかったですね、はい、でその他が 2% か。はいはいはい、なるほどなるほど、そうですか。まあ、うん、そんな感じにはなるとは思ってました、うんうんうん、あの僕もあの元々ある程度予想は立てていて、うんうん、で結局その予想ってじゃあ何で分かるかって、うんうん、スタジアムのそれこそね、あの集客の数からすると大体予想は立てられるんですけど、はいはい、なるほどなーってのはすごく思いました、うんうん、まあでも J3 いつも見てる人でも最も興味あるリーグどこですかって言われて J1 で答えてる人も相当数いるんじゃない？いると思いますよ、ね、うん、そうだよね。というか、うん、それこそ我々あのこれね、うん、J1、J2、J3 結婚してて嫁のことすげえ愛しても最も美しい女性はって長澤まさみって書く人いるでしょ？全然いますから。 63% ぐらいいるでしょ？いると思う。というかあの我々ね、このそれこそピクリとも笑わないじゃないですか。え、ちょっと真面目に真面目じゃん。あ、そうだった、先生がそういう時はすごく感納得してくれてる時なんですよね。とてつもなく納得してます。うわうまいこと言うなと思ってくれてるわけですよね。そうです。いや確かにって納得しますよ僕。いや、が学問的にね納得してくれた。 100% の気持ちで今納得してるから。ありがとうございます。そういうお気持ちで皆さんもね。そうなんですよ。はい、ですもんね。はい、はい、でね、だから、うん、で何を思ったわけでしょうね先生は、この皆様のご回答から。だから、うん、まあ、これねよくある、うん、それこそビジネス的な観点とか、じゃこのまま我々としてはねやっぱ1万いったからとかってことで、はい、じゃあ俺らはじゃあ J1 これからいっぱい動画出していくぞ、うん、なんていうふうにはならないのが、うん、ミルクサッカーアカデミークレイジーフットボールメディア。その通りなんですよね。ただやっぱりあの J1 望まれてるのはあるし、単純にコンテンツとしては今後も J1 を普通に出していくんですけど、面白いですし、だからといって面白いですし、J2 だとか J3 っていうやっぱりプロのね、やっぱスポーツ選手の方々のところを、ね、あの軽視することは基本的にはないですよ。日本全国のサッカーチームの観客席を満員にするのが我々の ね役目で、役目、夢でありますから ね、 そ、 うですね。その仮想目標に向かってね突き進んでるわけですからね。そうですね、だから結果的にはいつかは、うん、やっぱりその目標を本当に達成しようと思ったら、より他の競技だったりとか、うん、もしくは他のエンターテインメントコンテンツから人を持ってこなきゃいけないってところは出てくるでしょうけ ど、なるほど。まあとはいえ、うん、J1 だって J2 だって J3 だって、海外だろうが高校大学だろうが、うん、地域リーグだろうが関係ない、うん、そうですね、我々にとっては全てはサッカーです、うん、サッカー、そうですね、うん、確かに今は駅伝までサッカーとか言わないけど、うん、ちょっとそれは深すぎて、まだ1年目なんでね、はい、開校初年度なんで、そうですね、そこまで行くとちょっとまだ早いんで、やりすぎですね、そうなんですよ。そうですね、で、その中でね、いろいろあのコメントとかもいただいたので、ね、ちょっといろいろご紹介もしていきたいなっていうふうに思うんですよ。軽く施政方針がね、お伝えできたところでね、はい、よろしくお願いします。じゃあまず、はい、アイスボックスさんからいただいてます、ありがとうございます。応援しているクラブは J2 なのですが、それを除けばダントツで東京都1部、ああそうですか、次が関東2部、おお、神奈川県1部も凄まじそうでと。へえ、東京都1部は歴史的な古豪や地域の未来を担う J1 を目指す者好き、体力旺盛な大学チーム、その学生カテゴリーを終えた後でも頑張っている企業チームや一般のクラブ、JFL 以上に多様性があり、日本サッカーの過去と現在と未来が現れているような気がしますと。あのプロ、なるほど、アイスボックスさんもあの、うん、ツイッターでもよくコメントとかも、はいはい、そうですよね、いただきますね。プロですね、プロっていうのは感染のプロですね、はい、ああなるほど、わかります。東京都一部は本当に確かにそうですよね、本当にそうなんですよ、うん、でもう本当だからどれもリーグ差みたいなものはないし、はい、だ結局じゃあ何がいいのとか何が悪いのとかも別にないんですよね、うん、単純にね、うんうんうん、社会人のサッカーで特に仕事をしながら練習めっちゃやってるわけですから、逆に言えばプロより応援しどころがあるというか、はい、人としてね応援してるわけですごくリスペクトをね、する対象だったりしますけれどもね。そうなんだ、うん、もう一つ僕はね言いたいことがある、ええ、
ジュニアユース。はい。ジュニアユースやばいですよ。やばい。面白い。だって僕それこそ教え子にね、うん、それこそあのこの新しく春から東京農業大学かな、うん、にあの行くことになる、子が教え子にいたりするんですけど、はあはあはあ、その子、はい、小学生中学生と見てたわけですよ、うん、僕。うん、先生として勉強の先生としてでしょ、ね、うん、でその子、まあ、いわゆる都内の、うん、とある中学校に通って、ね、はいはい、通いながらだったんですけど、はいはい、都内のね某有名、うん、なんだろう、地域クラブというか、うん、まあ、おそらく巣鴨のあそこですけどね、あーなるほど、はいはいはい、そこに通ってる子だったんです、要はね、中村ガンバのね、中村ケイトと共にあの、はい、ツートップ組んでたんですけど、なるほど、そう、あのすごいね、そう、その子とかは、うん、より普通にまず学校がまずあるじゃないですか、うん、で、だいたい3時4時に中学校って終わるでしょ、はい、それ終わって電車に乗って巣鴨に行って、うん、サッカーしにね、そう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 、うん、練習とかするわけですよ、うん、でだいたいやるのが7時半ぐらいからとか7時ぐらいから、いわゆるゲーム的なというかボール使った練習を始めるから、でもナイターだね、そうなんですよ、うん、で7時からボールを使ったゲームとかコーチが来るわけですよ、ってことはそれの前に着替えも終わらせておいてアップとかも終わってなきゃいけない、あ、なるほど、だいたいそういうのってやっぱり5分10分じゃ終わんないじゃないですか、当然、うん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 、だからやっぱ1時間前とかに行っておいて、うん、そっから2時間とかやって、中学生がですよ、7時から9時やって、おお忙しいね、で家に着くのも11時なんですよ、うん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 、で宿題とかもやって、はい、次の日学校まで行かなきゃいけないんですよ、でそれでいて今度土日遠征ですよ、そうだよね、もう全然大人たちより大変すぎて、確かに押せると思うんですよね、だから、うん、押せる、あ、応援しがいがある、応援しがいあるよそこのこの子たちはサッカーだけじゃない、勉強まで追って、実はこれ練習試合終わった後に家帰って宿題やってる子たちなんだっていう、そうだ押せる論ね、押せるでしょこれ、昨今のアイドルとかを好きになる理由とか、はい、あれも頑張ってるからとかね、そう、こんなにもこんなこともこんなこともしながらこんなこともやってひたむきさを応援したい、応援してしまう、本当にそうですね、そうなんですよ急に先生の声が大きくなりましたなるほど、ね、その押せるという、押せる、なるほどね、まあ、ほんとマジ頑張れよってずっと言ってましたね、僕はって考えるとよ、もちろんプロサッカーもリスペクトできますし、素晴らしい技術の応酬、素晴らしいモチベーションとストイックさ、ね、尊敬しますけど、社会人で働きながら土日遠征、トレーニングマッチ、週3、4回の練習、そして仕事、そして家族、子供たちとか、そんなこともしてる選手なんかも押せないわけがないですよね、すごいですね、って考えると、なんかこうエルゴラストメーカーに乗ってる4趣味カフェ巡りバカ野郎とか思っちゃいますねまあでもそれはそれでねそこまでに信頼感を得たわけです、もちろんそうですよ、冗談ですよ、いやもちろんもちろん、カフェ巡りめっちゃ多くないですか、めっちゃ多いですからねやっぱいろんな街行きますから ね、まあ、ね、結構時間もあるんでしょうね、いや本当ね、ちなみに僕も行きます、あ、カフェ巡り、あ、そうですか、何がいいんですかカフェ巡り、でもね、カフェ行くじゃないですか、僕頼めるのほぼ2択なんですよ、そうですよね、あのコーヒー、紅茶かコーヒーか、あ、そうブラックしかもね、そうそうそう、一応出せるじゃないですか、はあ、カフェってだって行って何するんですか、まあ、スマホいじって終わりでしょうよ、僕は基本的にまずいろんなところで作業したいとか、あ、そうか、あったりするんですけど、 あとそれ自体に癒しを感じますね、あ、カフェ自体にカフェで行くことにね、はい、確かに確かに、あ、なるほどね、それが思います、俺そういうのすごい下手なんですよ、そのなんですか、僕も、まあ、部活人間とかだったんで、あの下手なんですよそういうのオフとか下手なんです、いや僕もそう、オンオフ下手なんです、僕とても下手ですよ、あ、そうですか、あのだって基本的にカフェに行って何するかって言われたら僕仕事してるんですもん、あ、まあそうか、パソコン開いていろんな資料作ってってことやるんですけど、やっぱり先生はでもオンがオフでオフがオンみたいなのがあるじゃないですか、まあ長くていいですそうですよね、でただやっぱり雰囲気良かったりすると、あ、またここ来たいなっていう風にやっぱりなるし、はいはい、それだけでなんか僕各地に本当各駅ごとに拠点欲しいんですよ、あ、でもそれはちょっとわかるな、そう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 、居心地がいいとかありますもんね、そうそうそう、なんで大学生とかの頃とかはだから店員さんに覚えられてたと思います、かなりの量行ってたんで、そっか、うん、なるほどね、はい、もうこれも全然関係ない話じゃないですよ、これもサッカーですよ、これもサッカーの話でございますからねもう全然これもサッカーって言っときゃ何でもいいと思うんですよまあね、情報ぎっしり回と、あとはこういうね、こう
あれしないといけないですから。はい。はい、また、ね、僕この意見がとても好きで、ちょっとマーさんに、はい、読んでいただきたいんですよ。無香料、無香料無添加さんからいただきました、はい。ありがとうございます。批判覚悟で書くが、個人的に地元だから以外で J1 を見る理由がわからない。レベルを求めるなら海外見ればいいし、リーグの展開の面白さや試合の面白さを見たいなら J2 の方がいいんだよな。J1 はどうしてもそこら辺が中途半端な印象を俺は持つ。ほう、熱いメッセージ。そうなんですよ。なるほど、ありがとうございます。な、なるほど、まあそれで言ったら、まあ、地元以外だから、まあ、はい、地元だから J1、 地元だから以外で J1 見るよ、分からない。だからいわゆるあれですね、例えばそうですね、だから青森県の方が J1 を見るとかっていうのは、うん、それは違うんじゃないかっていう意見なんですね。なるほど。例えばそうか、 J1 がない地域の人が J1 見る理由わからないってことか、はい、地元だったら地元のチームだから応援するしってこと、はい、ほうほう、なるほどね。そう、まあまあ、そういうご意見もありますか。そう、別にこの意見自体が、うん、いわゆるいい悪いとかね、そういいとか悪いとか全然ないと思って、うんうん、なんかすごくいわゆるいい意見だなと思ったんですよ。あ、はいはいはい、うんうん、でだからこそ、うん、だって逆にそういう風に思われるからこそ、うん、じゃあやっぱり例えば自分が推している、うん、例えば地元のねチームのクラブをだから J1 にこう盛り上げていこうみたいな、この機運もやっぱり湧いてくると思うし、うん、そうですね、であとそれで考えたらもう一個、じゃあそれであったとしても、じゃあ J1 を見る理由ってもう一個あるんじゃないかってとこで言ったら、うん、じゃあやっぱりじゃあ自分のこの推しているクラブ、地元のこのクラブが J1 に行くにはどういうサッカーになれば J1 っていうところに行けるんだろうかって、うん、ある意味勉強のね策にもなってくると思うし、うん、そこら辺だから今度はね我々がいろんなお伝えとかもできて、うん、やらせていただければ。そうですね、そうそう、だからレベルを求めるなら海外っていうのは、まあ、レベルを求めて J1 を見れば見れるようになればいいし、うん、あとここもそうなんですよ、展開もほじくり出せればいいしってことですよね。そうなんです、うん、で海外と J で行ったとしても技術力限定のところだったらそんな大きな差があるわけではないので、うんうん、そうです、そう、ただ展開だとかもそうですが、いわゆるトランジションとかね、うん、その入り込む動きだとかも、じゃあどうすれば我々はああなれるんだろうなんていうふうにとかね、考えるきっかけになってくるので、うん、なるほどですね。てか全てがサッカーですからね、うん、全てがサッカーですよね。そう、それぞれ味が違うのと、いろいろサッカーに対して意見があることがサッカーだと思うし、うん、面白いですよね、うん、いいなと思います、うん、本当に。なるほど。まあ僕は個人的にはこう日本人がやってるお祭り、うん、規模に関わらず牛追い祭りを外国でやってんのでけえ祭りすげえなと思うのと同時に、日本人がやってる祭りだからこそ見どころがまた違ったところがあるなというのは思いますけどね。思いますね、うん、ちょっとそんなこといろいろと思ったり、ありがとうございますね、ご意見ね、またちょっとくださいね、はい、うん、一緒にもう一個いっちゃいます、はい、アンケート、うん、でもう一個ねアンケート取りまして、はい、でどんなちなみにサッカーの話が好きなんでしょうっていうアンケートも取らせてもらいます。皆さんちなみにどんなサッカーの話がお好きもうお姉の質問ですよこれまあね、これも1072回の回答をいただいてるんですね。大体1000票以上いただきました、ありがとうございます。なるほど、まあ、締め切ってる、ね、わけではないんですけど、ね、ほいほいほい、まあ、大体何かって言われたら、まあ、一番上がまあざっくりね、うん、レビューですね、はい、あ、戦術系か、はい、あ、この試合のこのプレーってそんな裏があったのかってことを教えてよって戦術系のこと、はい、であとは2つ目で試合が多すぎるんだよ、先に見どころのある試合教えてっていうプレビューピック、まあ、そうだよね、確かにね。で3つ目でチーム内の競争とか序列変化、試合と試合の間に起こってるいろんな事象について教えてよっていうこと、うんうんうん、なるほど。で4つ目選手名関係ですね、うん、でラストに日々のサッカーニュースをざっくばらんにこう徹底的にこうお伝えしていこうってやつですね、うん、はい、をそれぞれ聞いてみたっていう感じですね。どれが一番多かったんですか。一番多かったのがやっぱりその戦術系の話でございました、うん、はい、大体の話でいくと大体 46% ぐらいですかね。そうだったんだね。だ大体半分ぐらいの方が面白いというふうに思っていただいていると、うん、なるほど。まあ1個しか選べないっていう回答形式もあるけどね、これはね。そうですね、うん、そこがだからと思いますけど、いわゆる結局コメントでもいろいろいただいたんですが、うん、もうなんならというか全部見てんで俺はと、うん、そういう件が結構多かったですね。それがとてもありがたくて、例えばこのねリンフーさん、はい、全部好きありがとうございますありがたい話、うん、まあいろんなメディアでねそういうのがやってるんで、いろんなことを使い分けていただければと思いますけどね。そうですね、はい、そしてこんなのも来ました。うん、おしかさん、今度はアトレチコ特集してください。笑い、シメオネの戦術を解説してほしい。あ、これは僕もやってほしいな。え、あれ
締め骨ちょっと痩せましたよね。痩せましたね。ね、その辺の理由もちょっと聞かせてほしいな。かしこまりました。いや、知ってんのかい。もうカレーでしょ、もう。あのね、あの僕の一つの欠点なんですけど、はい、すげえめんどくさがりなんですよ、僕、うん。そうなんですか。全然そんな感じしないですけど。いや、めちゃめちゃめんどくさがりなんですよ。だから会社のね、事務作業とかもすげえ苦手だったりするんですけど。そうなんですか。結局ね、これもし、うん、このね、ミルアカを始めるまでで考えたら、はい、結局世の中にというか我々ってよ、そのいろんなね、ニュースメディアだとかあるけど、はい、それとも記事で書く以外にあんまりないじゃないですか、うんうんうん、でもじゃあこのシミオネの戦術を文字で解説しようと思ったら、うん、あ、大変そう。一体何文字必要なんだよ。あ、ね、本当だね。そうなんですよ。でもしかも説明しようにも、はい、特にね、このミルアカリオカハーフスペースとか、うん、最近他にもね、いろんな動画出させてもらって、今回ね、うん、岩田広島戦の話だとか、うん、あとはトスですか、うん、トスの松岡選手の話だとかもいろいろやらせてもらってたりするんですけど、うん、はい、それで戦術の話出していくからきっとユーザーさんついてきてくれるだろうなってので、うん、なんとなくいろんな言葉用語を使えたりだとかするけど、はいはい、どの目線の人に話すかによってそのワード数も結局多くなったり少なくなったりするんですよね。だから、いや、それ全部やっていくの難しいなって思って、うん、あまりやらないできたってところがあったから、はい、こうやってこう声とか喋りでね、そうです、伝えていただけるのが会話で、しかも我々はね、会話で、ね、そう、やんわり聞いていただくというね。そうなんですよ、そうだ。なんで一気に全部ってことしちゃうとあれですけど、はい、シミオネ初級中級上級とか分けたりだとかしても面白い。なるほどなるほど。まず分かりやすいところからとかね、はい、分かりました。あと、そうやって、あとあれですね、 ACL の4チームの ACL の戦い方みたいなのをちょっとね。そうですね、リングガンバさん。まあ、戦い方というか、まあ今どんな感じかぐらいでいいんですけど。そうだね、ACL ってさ、あんなに見たいのにさ、見れないんですよね。そうなんです、有料チャンネルだからね。うん、うん、まあ、はいでって話なんですけど、まあ、言っちゃえばルヴァンとか天皇杯もそうなんですよ。見れないっていうのが、ね、見れないんだよね、うん、まあそうだよね、ボランティアでやってるわけじゃないからね、みんなビジネスでやってるからさ、お金もね、払えっていう話だよね、それはね、はい、入場券払わないでさ、上座ってたのと一緒だからね、それある種ね。そうなんですよね。ちなみに皆さんのダゾーンがね、公益権取ること、はい、まあしばらくないでしょうから、ね、それだけ、まあ、全部取っちゃってもそれはまたそれで違うしね、大問題ですね、それはそれで、うん、まあそうだよね、うん、我々として一つにまとめてもらった方が楽ってもちろんね、そうですけどね、うん、はい、そんなところです、ね、でもこのやっぱり見たいっていう気持ちがね、やっぱA リーグのスタジアムとかいいんですよね。綺麗なんですよね。 A リーグの試合とか見てるとなんか豊かだなって気持ちなんですよ、なんかね。うん、うん、そうなのよ。さあ、もみさくさん、ありがとうございます。個人的にはサッカーに携わる様々な職業の紹介だとかも聞きたいですね。バンキシャ、トレーナー、通訳、ホペイロなど、選手とかとしてプロにはなれなくてもサッカーに携わりたいって人のきっかけになったら素敵だと思います。なるほど。あと三菱ヨアみたいな名門町クラブ特集も聞きたいです。あー、なるほど。はあ、なるほど。そうですね。ほう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 。バンキシャとかトレーナーとか通訳にホペイロとか、まあこれだけじゃなくて、それこそやっぱりね、僕なんかもそうですけど、うん、データマンみたいなところとか、あ、まあそうだね、あとはそれこそ一番ね、やっぱ身近なところで言ったら、実はその記者の方々だったりだとか、あとサッカーメディア運営されてる方々ですよね。うん、そっか。そういうところも必要だと思う。カメラマンね。カメラマンもそうですね、もちろんね。スタジアム DJ、 芝の管理、芝の管理、あとはそれこそチームスタッフですよ。ああ、そうですね、単純に言ってもね、うん、各チームも、まあ、ミルアカももうあれですね、もう半年を迎えようと間もなくするわけですけど、まあ1年を超えたぐらいからもうゲストの方とかも呼べるようになったらいいですね。やっぱりゲストの、ゲストといったらどなたですか、うん、例えば。あの、その本当に今言ったらガチです。そう、ガチです。